ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、ワンプラスのサイトから4万人分のクレジットカード情報が流出したという事件をご紹介したいと思います。このニュースは、昨日2018年1月22日に報道されたもので、ワンプラスは中国の主にハイエンド向けのスマートフォンを作っているメーカーなんですが、ワンプラスのスマートフォンを購入する場合、ワンプラスの公式サイトの方から注文できるようになっています。今回、クレジットカード情報が流出したのは、ワンプラスのオンラインストアの方から実際にスマホなどを購入された方々の情報です。そして、すでに流出した情報をもとに、クレジットカードの不正利用も判明しています。日本でワンプラスのスマホを購入される方は、Amazon などの通販サイトを経由して購入する場合が多いので、今回の問題、ほとんど影響を受けている方はいないと思いますが、もし最近ワンプラスの公式サイトから何か買った記憶がある方は、クレジットカードの不正利用がないか、カードの使用履歴をチェックしておくことをお勧めします。また、あまり知られていませんが、ワンプラスっていうのは今年日本に進出してくる中国メーカーの OPPO の子会社になります。OPPO が国内向けのスマホをどういうルートで販売するかはまだ発表されていませんが、もし公式サイトを経由して販売するというのであれば、今回のような問題が起きる可能性もゼロではありませんので、もし心配な方は、PayPal のような安全な支払い方法を選択したり、Amazon のような比較的セキュリティの高い通販サイトから購入することをお勧めします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。